パソコンの電源スイッチを作る。パソコンをケースなしで使って早10年長。特に不具合は起きていません。ケースがないと電源ボタンがないわけで。パソコンの電源を入れるときどうするの？という疑問にお答えするための動画です。マザーボードにはフロントパネル用のジャンパーピンが集まっている中に電源を入れるためのジャンパーピン2本があります。この2本を短絡させればパソコンの電源が入ります。10円玉やクリップなど使えば OK です。でも起動させるたびに小さいジャンパーピンを探してちまちま作業するのは面倒くさい。ということで電源スイッチを作って使っています。用意するのはプッシュスイッチ、ジャンパー線とコネクタ各2本、熱収縮チューブとハンダごて、そしてハンダです。不要になった PC ケースから取り出しておいたコネクタ付きジャンパー線の被覆を剥きます。2本とも剥きましょう。それぞれの線に熱収縮チューブを差し込みます。ジャンパー線の芯をハンダごてで温め、ハンダを乗せます。プッシュスイッチの足を温め、ハンダを乗せた芯を合わせてくっつけます。差し込んであった熱収縮チューブを金属が出ている部分にかぶせ温めて収縮させます。ヒートガンがなくてもハンダごての熱で収縮します。スイッチができました。コネクタをマザーボードの電源用ジャンパーピンに差し込み、スイッチを押すとパソコンが起動します。スイッチのデザインによっては漫画に出てくる自爆スイッチのようにも作れます。組み替えるのも楽だし、熱もこもらないし便利です。 PC のケースが G の住処になってるかもという話を聞いてからケースなし生活にしており快適です。